今回のニューイヤー駅伝大会ジャマツチーム出場おめでとうございます。ありがとうございます。小木市民にとって本当にこう喜びであり誇りでございます。フルタイムでお仕事をされて朝に夜なり努力をされている姿を小木市民の皆さんはよく知っています。市民の皆様よりこの温まる激励の募金をいただきましたのでお届けいたします。ありがとうございます。いや去年はなんかこうやっぱワクワク出れる出れるっていう感じはあったんですけど、2年連続のならではの、しかもやっぱ九州予選戸上に負けてるので、それだけは絶対ちょっと本戦でリベンジ、多分溝田が4区一緒の区間になると思うんで、小木市主将対決をちょっとまあ見とってください。もう負けられないです